沖縄の皆さん、メンソーレ。今日は俺たち流星隊と暁のライブを見に来てくれてありがとう。みんなに会えて本当に嬉しい。もうライブはしないんじゃなかったっすか？言ってることが違う。あと、メンソーレという言葉の使い方が合ってるのか気になる。森沢先輩が言うと、何もかも信用できなくなる。言ったのは新海殿でござる。新海先輩だし、あらゆる状況に臨機応変に対応してこその忍者だよ、みどりくん。俺は忍者じゃないし。なんか懐かしいやりとりっすね、それ。忍くんが指令のせいで普通に喋ってるのが微妙に違和感あるっすけど。ちなみにライブ対決じゃなくて合同ライブだから大丈夫という話っすよ。勝ち負けを決めるための舞台じゃないし、どれだけダメダメな結果でも SS リットルが没収されるようなことはないとか。本当？先輩たちがそう言ってるだけでしょうか。まあそれを信じて一緒に突き進めば大抵なんとかなったんだけどね、夢の先では。はい、アンサンブルスクエアが誕生してからは僕たちも失敗続きですし、信用をなくしちゃうのも仕方ないかもしれませんけど。急に話に横入りしてこないでください、先輩。むしろあんまりお話はしないでくださいね。舞台の上でおしゃべりする夢の先の伝統芸、沖縄の人たちは見慣れないと思いますし。それはそうっすね。沖縄には外部から来た観光客が多い。とはいえ、みんながみんな ES を受け入れて理解してくれてるわけじゃないっす。うん、郷に行っては郷に従うべき。まあ、ある程度なら自由に振る舞っても大丈夫だと思うけどな。異文化やそれに伴うおかしな動きが面白がられることも実際ある。おかしな動きといえば、森沢先輩は沖縄に来てからずっとおかしかったっすけど。大丈夫なんすか、忍者マン。舞台の上でフラッと消えたりすることにはならないっすよね。大丈夫だ。不自然でない形で一瞬だけ離れられるようきちんと計算したし準備もした。それで問題ないですかと SS 運営委員会に確認も取った。そういうの悪意を持って攻撃してきてるっぽい相手にも普通に聞けるの、森沢先輩の強いところですよね。俺には絶対真似できない。先輩たちの猿真似をする必要はないと思うよ。みんな違ってみんないいのが流星隊なんだから。やっぱり何か普通に喋る忍くんは違和感あるっすね。うん、だがいつもより賢そうに見えていいと思うぞ、戦国。普段の言動はバカ丸出しってこと？悪意的に解釈しないでくれ。最近のお前たちはいつもそうだぞ。はい、悲しいですね。あなたたちをそんな子に育てた覚えはありませんよ。仕方ないですけどね、今があなたたちの遅れてきた反抗期なんでしょうし。反抗期って言われると子供扱いされてるみたいでカチンとくるっすけど。
そういうとこがそうなんすよね、きっと。でも安心してくださいね、 ES の指令にまで逆らう気はないですから。気に食わないからってお上に逆らって機嫌を損ねて、また流星体を元の形に戻せみたいなアホなこと言われても困るし。俺への指令は予選会の間中、俺が愛するあれに触ってはならないっていう簡単なやつだったし、ミュージシャンねんだから予選会の間ぐらいは我慢できます。アカリネの愛するもの、なるほど、だから予選会の間はずっと俺から距離を取っていたのか、高峰。避けてたのは森沢先輩の方だし、多分ゆるキャラのことっすよ。ちなみに俺は神崎先輩を止める時とか結構危ない瞬間はあったんすけど、俺頭に血が上ると何も分かんなくなるのが短所っすね。でも今んとこ SS 運営委員会も何も言ってこないし、多分あの程度だったら問題ないってことっすかね。ふむ、テトラ君への指令は予選会の間暴力を禁止するみたいな感じだったのかな。お、今のだけでわかるんすかって答えちゃったらダメっすね。すごいな、今の戦国は賢い戦国、名付けてジーニアス戦国。辞書みたいに呼ばないでほしいけど、普段のみんなのことをよく知ってるからこそ普段と違うところはすぐにわかるんだよ。それはそう、みんなで今回みたいにお泊まりするときにはいつもテトラ君が断るごとに筋トレしてて鬱陶しかったんだけど、だから俺はテトラ君への指令は筋トレ禁止なんだと思ってたけどね。俺筋トレすると流れで空手の型の練習もするんすよ。その動きが暴力って判断されたら嫌だなって。暁の神崎先輩とか意外と暴力を振るわない穏やかな人っすけど、刀を持ってるだけで怖いじゃないっすか。そんな感じで見た人が暴力だと思う動きをするのはアウトかもと思ったっす。念のためっす。テトラ君、意外と細かいっていうか神経質っぽいところあるよね。みんな繊細なんだよ。何があっても気にせずおおらかでいられるのはうちだと忍くんと新海先輩だけ、過半数以下。おお、一応俺も繊細枠に入れてくれるのか。俺のことを理解してくれて嬉しいぞ、高峰。今さら誰もあんたを何も考えてない熱血ヒーローバカだとは思ってないでしょ。夜寝る前とかメガネかけて本読んでるくせに。メガネは関係ないだろう。メガネの悪口を言うとハスミに怒られるぞ。そのハスミ先輩っていうか暁のみんなはまだ舞台に上がってこないんすかね。このままだと俺たち流星隊のオンステージになっちゃうっすよ。